男性が文化財保護法や重刀法などに違反している疑いもあるとみて捜査しています。一時、絶滅寸前まで減少したタンは保護活動の結果、生息数は同の今年1月の調査で過去最多のおよそ1500羽にまで回復しています。生息数の回復に伴って都勝地方では畑での農業被害も課題になっていました。